メイチャンネル。田舎のおばはんが飼ってる犬みたいな髪型でこんにちは、メイです、イメチェンしてますって感じですけど、本日はですね、元 NMB の NMB を卒業された吉田あかりさんがプロデュースしてるコスメの B アイドルのレポをしていきたいと思います。イエ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 イ。結構いろんなお店とかでも売ってる B アイドルなんですけど、これ早速紹介していきたいと思います。よいしょ。種類がめちゃめちゃ多いので、今回はちょっと一旦5本ですね。これね、めちゃめちゃ口コミ高くてバカ売れ爆売れなんですけど、マジでみんな爆買い状態でめちゃめちゃ人気だったんですけど、取り急ぎ買いました。結構ね、いつもね、皆さんね、参考にして買ってくれたりとかね、してるくれてる子も多いみたいで、 DM とかもそうなんですけど、コメントとかも見てます。ありがとうございます。あとコメントで早く喋りすぎだからゆっくり喋れっていうコメントが何件か来てるんですけど、それは今度ちょっとまた動画でちょっと私め挑戦していきたいと思います。それなのでご期待ください。ちょっと皆さんお待たせして申し訳ないですけど、ちょっと待ってくださいね。本日はじゃん、こちらのカラーになってます。見えますか、このカラーなんですけど、結構ね、めちゃめちゃ質感が超面白くて、てかめっちゃ可愛い。今日はちょっと神回な気がします。神回です。ゴッド降臨っていう感じで早速塗っていきましょう。よいしょ。開けたいと思います。開けると、お、生体教習って、ごめんなさい、なんかこう紅生姜みたいな綺麗な色なんですけど、こちらがですね、ツヤプルリップ1番ずるいピンクということで、なんか面白いのがこのリップね、いろいろ名前があって、これとかはずるいピンクなんですけど、他とかはなんかね、こなれベージュとか、お名前が面白い。やかましようかも私です、お願いしますって感じです。チケチケ、早速塗っていきたいと思います。結構ね、なんかリップバームみたいな質感ではないかなと思ってるんですけど、シアな感じのつき心地ではないかなと思うんですけど、早速塗っていきたいと思います。おいした唇になってます。失礼します。結構私舐めてたわ。何を舐めてたかというと、硬い質感なのかなと思ったら、めちゃめちゃ柔らかい。見て、めちゃめちゃ柔らかい。だから結構今出しちゃったんですけど、ちょっとだけ出せばいいかもです。結構柔らかいテクスチャーですね。てかめっちゃ可愛い。何これ、面白い。やばい。メンソレータムのリップぐらい硬いのかなと思いきや、めちゃめちゃ柔らかい。ちょっと伸ばしますね。すごい、見てください。なんか、まあ、私はつけたのもあるかもなんですけど、なんかグロスみたいになっちゃいました。すごい、これ多分ね、つけすぎたんや私は。かわいい、色かわいいね。色が結構ね、ザ女の子って感じの唇だし、しかもなんかミントというか、なんかスースーするのがいいね。ここはスー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 ですね。唇がぷっくりして見えます。私結構唇薄いんですけど、すげえ、なんだこれ、とんでもないものでした。なんかリップクリームっぽいもうパッケージにはなるんだけど、グロスみたい。何これ、不思議。パドゥン、つけすぎたんでちょっと落としますね。ティントっぽい感じのモチーフらしくて、若干唇に色がつきます。アイドルの子ってやっぱ口やっぱ取れるというか、汗とかやっぱ、ね、舞台とかってやっぱ照明当たって熱いと思うんで、めちゃめちゃ色がちゃんとついてて、めちゃめちゃいいです。これは薄く出した方がいいかも。これ多分なんかどこでもない質感、 B アイドルだけの質感だと思います。これめちゃめちゃ可愛い。1400円のたくさんですよ。めちゃめちゃコスパいいんですよ。だから学生の女の子からね、なんかおしゃれな女の子から結構幅広く使えますよね。デートとかでも可愛いと思います。早口です、ごめんなさい。つけ心地めちゃ良きです。次、ミンティアとかミント系の感じあるじゃないですか。それを食べたようなぐらいの清涼感。なんかミントとか好きな子とかめちゃめちゃ好きだと思います。スースーする、いいね。清涼感あって、だからキスとかもいいんじゃないですか。なんか彼氏とか、なんかデートとか童貞とか、童貞、ごめんなさい、業界っぽくデートを逆で言ったら童貞になっちゃったんですけど、ごめんなさい。デートっぽい感じの時もめっちゃいいんではないでしょうか。お次の色がツヤプルリップの2番、あざとオレンジです。あざとオレンジですってことですね。それ以上でもそれ以下でもない、なんかあざとくなれるってことですよね。重ねるとまた使ってなんか色が見えるらしいので、ちょっと一回薄く塗ってみますね。あ、なんか私さっき出しすぎたわ。薄くでいいわ。ちょっとダイヤル回して薄く出して塗ると、かわいい。色が結構がっつりなんかちゃんとつきます。ほら、すごいね。これめちゃめちゃ女の子は好きな色だ。なんかサンローランとかのリキッドルージュっぽいツヤ、なんかめちゃめちゃこう口でバズるというか、カラーというか、オフィスワーカーの女性にもおすすめな色です。これはめちゃめちゃ男女ともに剣がないというか、万能モテみたいなリップですね。これから春とかにかけてツヤリップが出ると思うので、先駆けで可愛いと思います。こんな感じで、なんか重ねて塗るとまたこんな感じで、結構グロス塗ったみたいなぷっくり、めちゃめちゃ可愛い。あざとオレンジね、わかるわ。あざとい、あざといというか、マジで捨ても案件じゃないんですけど、ガチでこれは進めます、私的に。あ、ネクスト。私なんかね、この間なんかめちゃめちゃ重ためのダークなリップ塗ったんですよ。じゃあめちゃめちゃなんかその場にいた男の人たちからめっちゃビビられて、なんか思った、あいつらはやっぱりピンクが好き。薄ピンク、ナチュラルなピンク。昔からよく見るんですけど、私はね、やっぱりね、ナチュラルなリップの方がやっぱもう万能モテですよね。万能モテ、永遠のテーマっすよ本当に。もう私なんかね、真逆ずっと言ってたんで、昔なんかやばい、真っ黒なリップとかって、もね、いにしえ。今ちょっと私は女子力を探して求めてますもん。
女子力の天竺へね。次はですね、こちらがですね、ツヤプルリップ3番、コナレベージュですね。ベージュがどこまでどんな質感なのか塗ってきたと思います。おー、来ましたね、これは。これ見てください、このヌーディーな感じで。めちゃめちゃ大人っぽい。ブランド的になんか結構キャッチーなパッケージなんで、なんか B アイドルさん結構なんか軽い、なんか可愛い感じかなと思いきや、めちゃめちゃ大人っぽいリップもありました。これなんかなんかフォーマルなお食事の時とかも全然いける感じの、なんかわけのわかんない変なおっさんと高い飯食いに行くみたいなわけのわかんないシチュエーションあると思うんですよ。わかんないけど、普段行かない、いい店みたいな行く時とかもなんかいい感じですね。このリップ。見てください、このベージュ感。すごいです、この色は。いい塩梅で。なんかそれ1から5番はあの香りがピーチらしいですね。なんか桃系の匂いする子可愛いよね。いちごとかおすすめです。男性はあんま好かないけどなんか可愛いよねっていうね。男性石鹸だから、あいつら石鹸。なんかテンション上がってます。本当に物はめちゃめちゃデパコスよりもなんか考えられたテクスチャーなのか結構びっくりすると思います。今まで見たことない。私本当に結構がっつりいろんなねリップ試したんですけど初めてです、私的にこの感じの質感というか唯一無二。はい、でこれがですね4本目、ツヤプルリップほっとかないでレッド。ほっとかないでレッド、気持ちがありますね。何か男女で何かいざこざがあったのかしら。ほっとかないで。男性ってほっときますよね。メンヘラな子ってほっとかれちゃうよね。でもほっとかれてないんだよ、多分。勝手に多分ね、ほっとかれてと思ってただけなの。寂しいから。ほっとかれてと思っちゃうけど、話長くなっちゃうんですけど、すいません。ほっとかないでレッドです。名前が面白い、本当になんか一個一個塗ってきてたと思います。この色可愛いわ。これ好きだわ。なんかね、めっちゃジルシチャードであったような色かも。かわいい。別に似てるとかわけじゃなくて、めちゃめちゃから、服色が今流行ってんのかね。かわいい。ホットカナリレッド4番なんだけど、こんな感じです。こんな感じのモチーフなんだけど、なんか似てるなと思ったカラーが、ジルシチャードのリップの、ルージュリップブラサムの202番、ジルシチャードなんですけど、結構カラーと似てるというか、結構ね、こんな感じにグロス塗ったみたいな感じなんだね。こういうカシス色に今年攻撃来てたから、こういう色がめちゃめちゃ可愛いです。女子力です。結構小悪魔の色な感じがします。本当でもね、めっちゃいい女というか、わかるかな、唇水子とか悩んでる子とかわかると思うんだけど、オーバーリップした時ってなんかこの唇の境が見えたりすることもあるんですよ。私のうちの唇これぐらい薄いんよ。薄いんですけど、普通に塗るだけで結構ね、なんか境目がわかんないというか、オーバーリップする子とかだったらめちゃめちゃわかんない、どこが唇かわかんないんじゃない、わかんないけどって感じで、普通に塗ってもねびっくりして見えるんで、これすごいですね。なんかお値段もっと高くてもいい感じです。この口絶対なんか好きですよね。みんな可愛い色、全部可愛いです。どこのブランドにあったとしても、この今まで今使った4本とも全部一群でありそうな感じのカラーと質感ですね。めっちゃいいわ。落とします。本日ラストンになります。ててててるるシリアルをお皿にぶちまけ遅れちゃいそうて叫んでる声ガラガラって。最後になります。5本目、こちらがツヤプルリップ5番、かまってピンク。かまってかまってってかまっかまんかまっかまっ。私はね本当にガチでかまってるんで、この人もかまってピンクということで、お互いこうほごたてじゃないけど、なんかこう かまってピンクとかまわらしの私のぶつかり稽古というか、どっちが勝つかって感じですね。こんなラフな感じですか、こんななんかめっちゃ素な感じで、すみません、こんな感じで。皆さんいつも見てくださってありがとうございます。塗ります。実際塗るとめちゃめちゃナチュラルなピンクな感じですね。気づいたことがあるんですけど、この B アイドルのシリーズ今全部5本塗、まあ、全部ではないですけど 5種類塗ったんですが、全部馴染むというか浮かないです。結構マットなリップとか外資系のデパコスとかのリップだと浮いちゃったりとか顔にするんですけど、可愛らしさというかやっぱ女の子っぽさを大事にしてたりするじゃないですか、アイドルの皆さんのメイクって。なので結構ねカラーとかは強いんやけど、ツヤが出てめちゃめちゃ馴染むというか浮かないリップです。これはちょっとね多分男性受けも良いんではないかなと私ちょっと確信いたしました。え、マジで皆さんこの B アイドル買った方がいいです。なんか色とかそれぞれ合うんで、もう好き好みで、私的になんか、このね、3番のベージュと、4番のほっとかないでレッドが結構可愛かった気がしました。こんなん初かも。なんか全部可愛い。全部。全部可愛い。外れなし。マジンガー Z マジでって感じで、皆さんもぜひとも B アイドル結構いろんな店さんで売ってるんで、ぜひとも、チェックして、カラーをちょっと自分に合うものいっぱいあると思うんで、ゲットしてみてはいかがでしょうかと。いつも見てくださってありがとうございます。インスタグラム、ツイッターもよかったら応援お願いします。チェケチェケということなんですけど、TikTok、コメント荒れないで荒れないで。今日アイドル慣れてる。てか手がでかい。戻す。開ける。戻す。開ける。今日もありがとうございました。シェイ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 。ニハオシェイシェイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。
Twitter、Instagram、TikTok もフォローよろしくね。ジェスジェ。